life vest over your head. ホテル着いてご飯食べてました。今日ちょっとホテル着くの遅かったですけど、マッサージこれから受けて、まあ明日試合2時なんでちょっと朝バタバタになるかもしれないですけど、しっかり準備していい結果につなげたいと思います。あ、こっちじゃない。黙れ黙れ。オスティアじゃない。黙れ黙れ。黙らんかいけど。点取ったから一言もらっていいですか。点取ったらもうカットです。カチャカチャないよ。こういう時もあるやん。マシャラ。うん。こっち。今帰ってきました。今日の試合は2-1で勝ちました。僕もラスト15分ぐらいかな、多分出たと思うんですけど、勝ってる時間帯に入って厳しい戦いでしたけど、まあ 2-1 で逃げ切れて良かったと思います。勝ったっていうチームのね、雰囲気っていうよりは、まあどうにか次に千葉戦にまだ望みをつないだっていう感覚の方が強いんで、とにかくまた次勝って、僕らの残留の可能性を最終節に残せるように、頑張りたいと思います。まあ、とにかく次っすね。次。しっかりまた準備して、臨みたいと思います。遠い金沢まで応援しに来てくださった、サポーターの皆さんありがとうございました。またアウェーでの戦いになりますけど、全部出して、最終節に、望みをつなげたいと思います。また次頑張ります。
疲れ様でした。